こんにちは。au のスマートフォン、レグザフォン IS04。昨日無事に Android 2.2 へバージョンアップしました。まあ前の 2.1 と 2.2、どこに違いがあるのかなと思って、まあ今日も04をあれこれいじっているんですが、大きな違いがあるんですね。例えば、スリープ状態にします。で、スリープ状態から復帰すると、このロック解除の画面が出ます。私は、パターン認証を取り入れています。パターン入力で、ロックを解除するにしてるんですが、以前の 2.1 の頃は、パターン入力でロックの解除してると、この上にスライドするこの画面が出ないんですね。もうポーンとこのパターン入力の画面が出るんですよ。ここでパターンを入力してホーム画面に行くんですが、2.2 はそのね、これが1枚増えてるんですね。なんでパターン入力を設定しているのにこの上にスライドしてロックを解除するという画面が出るんですかということなんですね。先ほど au の157お客様センターの方にもお電話しました。で、担当のオペレーター、IS04 の部署の担当の方に代わってもらいまして、そのことをお話をしました。で、担当の方も、実機を持ってきて、実際に確認しましたら、あ、やっぱりちょっとめんどくさいですねと、使い勝手が悪いので au 本社の方に、改善要求として挙げておきますというお話をされておりました。まあ、こんな風にしてね、あれ、なんで 2.2 にバージョンアップしたのに、使い方がおかしくなったのという部分っていうのはあると思うんですね。で、僕らユーザーが、どんどん声を出して、改善していただかないと、ちょっとユーザーを考えた作りにはなっていないんじゃないのかなと思っております。はい、今日は、改善点というか、ちょっとおかしいなと思うところの一つ、ロック解除の画面についてお話をしました。ではまた。